はい、こんにちは、116インズです。いよいよ2022年の MLB も終わりが近づいてきましたが、今年も当チャンネルいろんな動画を出してきました。まあ基本的には自分が好き勝手に喋ってきたわけですが、なぜか今年は自分が動画にしたことだったり予想だったりをした後に真逆のことがその後に起きているぞとコメント等でご指摘をいただく機会も多かったのかなと。なので自分の予想というか期待がどれだけ正しかったのかをチェックする一環で、開幕前に出したブレイク候補とバウンスバック候補の動画、こちらで挙げた選手たちが今季どうだったのかを見ていければなと思っています。私の見立てがどれだけ正しかったか、あるいは間違っていたかを振り返り、来季ももしかしたら同じような動画出すかもしれませんが、ここでの反省をその際に生かしていきたいなと思っています。はい、まずはブレイク候補から。マリナーズのジェレット・ケルニック、レッズのタイラー・スティーブンソン、パイレッツのオニール・クルーズ、エンゼルスのパトリック・サンドバル、ホワイトソックスのマイケル・コペック、オリオールズのラモン・ウリアスの計6人を挙げました。では彼らの今季のウィンズ・オブ・リプレイスメントはどうだったか。まあ当たっているものもあるし、そうでないものもある、なんとも言えない感じの結果でしょうか。この中で一番良かったのはウリアスの予想でしょうかね。そこまでいろんなところでブレイク候補と言われていたわけではなく、どちらかといえばロールプレイヤーみたいな印象が強かったですが、今季ウィンズ・オブ・リプレイスメント 3.6 と活躍、今季のオリオールズにおいて欠かせない選手の一人ではないでしょうか。ただ個人的にはバッティング面の飛躍を期待していましたが、一番インパクトがあったのはサード守備で DRS プラス14、UZR プラス 10.9 と大幅なプラスを稼ぎ出し、ショートのホルヘ・マテオと共に鉄壁の三遊間を形成、守備のプラス分そのままウィンズ・オブ・リプレイスメントも伸びた感じでしょうか。期待していたバッティングについてはハードヒット率 46.5% とめちゃくちゃ高いんですが、昨年からあまりゴロ率が下がらず、トータルの攻撃面もそこまでは変わらず、118試合でホームラン16本と、140試合、150試合出れば20本以上は見込めそうなパワーを発揮できた点は良かったですかね。特に今季レフト側が一気に広くなったカムデンヤーズで右打者ながらこれなので、今後にも期待は持てそう。打撃の見込みが外れはしたものの、オリオールズ野手陣の中でチーム3位のウィンズ・オブ・リプレイスメントを叩き出した時点で、このチョイス自体は悪くなかったと褒めても良いでしょう。一方でブレイクにかすりもしなかったのがケルニック。昨年9月のあの希望あふれるバッティングは一体何だったのか。見事なまでの経験値リセットとなってしまって、今年はほぼ1年間トリプル A で過ごすことに。マイナーでも映像を見るたびにフォームが変わっているなど、フォーム探しの旅も随分難航している様子も伝わってきました。それでもこの年でトリプル A レベルでちゃんと結果を残しているあたりはポテンシャルの高さも伺えるんですが、ただマリナーズももう二度とケルニックがマイナーに落ちることのないよう、短期的な結果に左右されず、今年はじっくり時間をかけてマイナーで課題に取り込ませていました。9月のロースター拡大時にケルニック当初昇格とならなかった際には、彼拗ねてしまって SNS でマリナーズのフォローを外したり、プロフィールからシアトルマリナーズの文字を消すなどの行動に出てはいましたが、フリオの怪我もあってシーズン最後の最後に呼ばれて、ものすごく好成績ではないにしても成長も見られましたので、来年こそブレイクイヤーとしてもらいたいものです。その他のブレイク候補に関しては、スティーブンソンは怪我さえなければモンスター級の1年になりそうだっただけに、本当に惜しいなという感じ。クルーズは途中昇格ということもあり、さすがに新人王レベルにまでは到達しませんでしたが、MLB レベルでも打球初速がいかれていて、バットにもう少し当たるようにさえなれば本当に楽しみな存在。9月以降は結構調子も良く、ショート版スタントみたいな選手になってほしいなと。サンドバルは今季本格的にローテーションに定着して、1年間投げ切りましたが、成績は昨年よりも良く、順調に成長。逆に先発転向したコペックは途中怪我した影響とかもあったんでしょうけど、奪三振も減ってしまって期待していたようなエース格のピッチャーにはまだ慣れませんでしたね。イニングも食えず、これだったらブルペンにいたままの方が良かったのではとも言われそうですが、今季の経験を生かして来季につなげてもらいたいところです。はい、続いてはバウンスバック候補。エンゼルスのアンソニー・レンドン、レッズのエウヘニオ・スワレス、フィリーズのアーロン・ノラ、FA のマイケル・コンフォルト、ガーディアンズのトリストン・マッケンジー、アストロズのラファエル・モンテロの計6人を挙げました。では彼らの今季のウィンズ・オブ・リプレイスメントはどうだったか。スワレス、ノラ、マッケンジーがオールスター級の成績で結構いい路線じゃないですかね。まずはスアレスですが、動画を上げた後にサラリーダンプの一環でマリナーズへトレードとなり、まあトレード当時はウィンカーのおまけ、多少復活してくれれば全然 OK くらいの認識でしたが、打者天国のグレートアメリカンボールパークから逆に打者にとって地獄のような環境である T モバイルパークへ移ったにもかかわらず、ホームラン31本、WRC プラス131。WRC プラス131はスアレスがシーズン49本打った2019年とほぼ変わらない水準で、ここ数年の不調を過去のものにできたのかなと。バウンスバックに向けたポイントとしても挙げていた速球系への対応も蘇り、
特にシンカー系への対応が劇的に良くなった印象です。一緒に移籍したウィンカーがシアトルで1年間スランプだった中、スアレスの活躍はマリナーズにとっても非常に頼りになりましたよね。おまけにペリーヒルコーチの指導のおかげか、今季はサード守備にも改善が見られ、結果的にウィンザーオリプレイスメント 4.0 のキャリアイヤー、見事なバウンスバックとなりました。またノラも今季サイヤング賞投票でも上位に入りそうな活躍でしたね。全体的に好成績ながら防御率だけは 4.63 だった昨年から 1.30 以上防御率を改善させ、今季は 3.25、 FIP2.58 もキャリアで最も良く、投球内容自体も素晴らしい1年でした。ノラに関してはゴロ率を戻すこととランナーを抱えた際のピッチングが一つ鍵になるだろうと話していましたが、いずれも昨年比で改善が見られ、また今季は昨年あまり効果的でなかったチェンジアップの代わりにシンカーの割合を増やして、打球関連の指標が軒並み改善したのも変化として挙げられますね。ボール球のスイング率上昇も打球関連の指標の改善に一役買っているかもしれません。200イニング以上投げてこのレベルのピッチングと量と質ともにこなし、今季フィリーズ久々のプレーオフ進出にも大きく貢献しました。その他のバウンスバック候補についてはまずはマッケンジー。今季はガーディアンズのローテーションでエースのビーバーに次ぐ存在でしたよね。1年間投げ切るスタミナがあるのかという点は個人的にもどうかなと思っていましたが、今季リーグ6位の191回3分の1を投げて防御率 2.96、 昨年一時期問題となった制球面も終始安定していました。また僕らが信じたモンテロさんも見事復活。運を味方につけることと空振りを奪える球種を見つけることの2点課題として挙げましたが、そのどちらも達成。 BABIP は昨年比で大幅に下がって、またフォーシームで空振りも奪えるようになったことで、今季71試合で防御率 2.37、 アストロズブルペンを支える存在にまでなりました。ようやく僕らが探し求めていたモンテロの姿が見つかりましたよ。まあ、シアトルでやれよって話なんですけど、おおむねバウンスバック候補は期待通り活躍した一方で、怪我でシーズン棒に振ってしまったのがコンフォルトとレンドーン。コンフォルトに関してはそもそも契約先すら見つからないのは予想外でしたが、レンドーンも今季もまともにプレイできず、思い出が左打席でホームラン打ったことと、怪我しているのに真っ先に乱闘に参加したことくらい、怪我は正直どうにもならんです。ということで、ブレイク候補、バウンスバック候補の根拠をチェックしてきましたが、バウンスバック候補はさっきも言ったように割と期待通りだった、悪くない選択だったかなと思いつつも、ブレイク候補はちょっと微妙だったかもしれませんね。トータルではそんなに大きく外してはいないと思いますが、どうでしょうか。まあ、こんな感じで全てが全て外しているわけでもなさそうなので、たまに予想と真逆のことになっても視聴者の皆様、どうか寛大な心でお許しください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。